おはようございますここのところ毎日リーモガンの話ばっかりしていますけどまだ引きずりますよサイドワインダーについてですね今回は、えー、今私が持っているのはですねジャズレコード黄金時代スイングジャーナルのですねこの別冊臨時増刊号なんですけどもこれ2004年に買った本なんですけれども植草仁一さんが表紙のやつですねでこれはどういう本なのかというとですね昔のスイングジャーナルの レコード表をまとめた本なんですよなので、まあ、新譜として発売された時にどのようなあの評価がなされていたのかっていうねこうディスクレビューが結構分厚くたくさん載っているのでなかなかね現在の評価とあと昔のまだ もう発売されて間もない頃の評価ってちょっと、ね、変わっていたりすることもあって読み比べてみると面白かったりもするんですね現代の評価とその昔の評価ね。なので今回はですね「あのザ・サイドワインダー」というリー・モーガンのまあ代表作日本ではまあ発売当初というわけでもないんですけれども、まあえーっとね、63年に録音されてるんですねブルーノートにあの「サイドワインダー」ってアルバム1963年の。 でこの「スイングジャーナルレコード黄金時代だと1967年に掲載されてるんですよね、まあ、おそらく日本版は東芝って書いてあるので東芝から日本版のレコードが出た時に合わせて、えー、紹介されてると思うんですけれどもこの評価を書いているのが磯野照夫さんなので磯野表の,の「ザ・サイドワインダー」をちょっと紹介してみたいと思っておりますまず評価なんですが5つ星評価となってますね でまあえー、リー・モーガンとジョー・ヘンダーソンがテナ・サックスでバリー・ハリスピアノでボブ・クランショーベースビリー・ヒギンズというおなじみのメンバーによって録音されたアルバムなんですけどもさあ磯野さんはどのように評価しているのでしょうか、えー、今春ピーターソントリオとエラ・フィッツジェラルドが来日した時トリオの新メンバーのサム・ジョーンズの真面目腐ったステージのあと エラの歌版で気楽に弾いたボブ・クランショーのベースに拍手が多かったのを記憶するあそうなんですか。かボブ・クランショーーののベースに拍手多かったのね。これは多分にクランショーがブルーノートの常連としてこのリー・モーガンの最大のヒットアルバムに加わり例の「トン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 」というピックアップの、えー、ソロを弾いた人気に由来するのではないかと考えたと。 私が文化放送でビルボードホット1 0を国際電話で聞く番組を放送していた頃例のラムゼーの、まあ、ラムゼルイスですねラムゼーの「イン・クラウド」が7位この「サイドワインダー」が83位まで上ったのを覚えているとアートブレーキは65年の来日公演の時にはリー・サイドワインダー・モーガンと紹介していたあそうなんだね <laughs> リー・サイドワインダー・モーガンね、えー、なんかですね、えー 分かりやすいっちゃ分かりやすいね65年の来日これ書かれて67年だから2年前にそういう紹介をしていたわけですねでこれだそれだけの人気を得たこの曲あるいはこの演奏は果たして音楽的価値はどうなのだろうか私はこのレコードは単なる人気ではなく内容も極めて充実した立派なジャズ作品であると断ずるモーガンのソロもさることながら ジョーヘンダーソンのしっかりと地に足を踏んまえたソロは立派であるテクニックも木をてらうことなく心から歌っているジャズ鑑賞の上で大切な音楽は人の心に安らぎを与え心和む楽しいものという哲理をこの作品では実証しているラテン風2の,あの2っていうのはトーテム・ポールですね実は私このアルバムの中で一番好きな曲なんですけどねこのト,トーテム・ポールカッ E フラットのマイナー曲4の4っていうのは えー、ボーイ、ホワット・ア・ナイトですね、えー、4の、えー、ブルース進行のワルツと曲も良い、ジョーのみならず、えー、極めて明快にスイングするバリー・ハリスのピアノ、小型ブレーキのビリー・ヒギンスと、小型ブレーキっていう、なかなか面白い表現ですね、小型ブレーキのビリー・ヒギンスと、よくメンバーの質が揃っている、輸入版2200円と書かれていますけれども、すごく。 あんまりジャズロックうんぬんかんぬんという記述はありませんね。アルバム全体がやっぱり皆さんそれぞれ素晴らしい立派な演奏をしていてあのすごくジャズの作品として評価に値するというような評価を磯野哲郎さんは下しておりますとなるほど。であれですねじゃその後のねリー・モーガン のについてもうちょっと見てみようかと思うんですこれが1967年の評価ねそれで次がですね1996年のジャズ批評87号リー・モーガン特集の号を見てみましょうかねだから、えー、およそ30年後ぐらいかな、まあ、29年後のリー・モーガンまあちょっと見てみようかなと思ってやっぱりサイドワインダーのところを見てみたいですよねそ,そうすると 村井さんが確かねあの、書いていたと思うんですよあの、サイドワインダーについてね、あこれだこれですね、サイドワインダーとは何だったのか、で村井浩二って、えー、ちょっと長いので、えー、サイ後ろの方から <laughs> 読んでみましょうかね、えー、サイドワインダーの音楽とはという込み出しがあってですね、 さてここでサイドワインダーを改めて聞いてみるとモーガンとジョー・ヘンダーソンが吹くテーマのノリがかなりシャープで折り目正しい8ビートであるのに比べてビリー・ヒギンズのドラミングは4ビートと8ビートの中間のようなかといってシャッフルとも言いにくい不思議なリズム感覚を持ったものであることに気づかずだと具体的には右手がチーンチキチーンチキチーンチキという跳ねるノリのシンバルレガートをずっと叩いていることがポイントなのだが このののの独特の曖昧さが一つの味にななっていいるのは否定できない例えばマンハッタン・ジャズ・クインテットが80年代になってカバーした「サイドワインダー」が16ビートの粘っこく細分化されたノリを内包したタイトな8ビートになっているのに対してオリジナルの何とも緩いしかしそのズレが気持ちいいノリはむしろ50年代のロックンロールやリズムブルースの感覚に近いように思われる全くその通りだと思います。 マンハッタン・ジャズ・クインテットの,、ね、のサインドワインダーも私後輩がこの CD 持っていたのであの聴かせてもらったことありますけど結構シャープな演奏で、まあ、現代風だなーって印象は持ちましたけどもねただ、まあそうねって感じで現代風に演奏してますねと。 そうですねサイドワインダーっていう曲をやってますねっていうぐらいな印象しか持ってなくてですね、まあ、かっこいいとは思いましたよだけど何回も繰り返し聞くようなあれかなとも思ったんですねでもやっぱりなんかじわじわとですね染みてくるのがこのビリー・ヒギンズのあまあいい意味での曖昧なねなねシャープすぎないちょっと緩みのあるこのリズム4ビートのニュアンスを残しているリズムがあるからこそ このの現代にも聞き継がれているんじゃないかなと個人的には思っていますけどもねまあもちろんね現代の感覚からしてみればねあの本当にちょっと。 あの稲対というかまあ、ちょっと田舎っぽいリズムなのかもしれませんけどまあなんかねおばあちゃんの作るお菓子みたいな感じでおばあちゃんの煮物みたいな感じでちょっと塩気とあの砂糖多い感じだけどもなんか癖になるまた食べたくなるみたいなそういう感じはするんですよね。まあ どううなんでしょうね、現代の例えばほらロバート・グラスパーあたりからジャズに入った人クリス・デイブのドラミングカチッとしたタイトーな,なんかすごくトリッキーで変わってかっこいいドラミングから入った人がこのちょっと緩いですねちょっとネジが緩んでその緩みがまさにあの村井さんも同じことを書いていますけれどもそのなんか。 その絶妙な塩梅ばいり加減がシャープしすぎないノりがねどう気持ちよく感じるのかあるいはちょっといやなんか古いねって感じるのかその辺がちょっとね若い人に聞いてみたいところでありますけどねでもうちょっと続けましょうか、えー、2曲目のトーテムポールはハードワップにありがちなエキゾティックなテーマの「 マイナーーチューンだ。ラテンアフロ系の3連っぽいシンバルで最初の部分を演奏しブリッジで4ビートになるあたりもお約束通りなのだがテーマ部分でバリー・ハリスのピアノが弾きホーンのソロになるとヒギンズもスネアで合わせる「カッカッカウカッカ」という1泊半のフレーズと 8分音符の連続でどこ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 と大行にタムを回すヒギンズのフィルのせいで従来のハードバップとは異質なストレートな勢いかっこ悪く言えばせわしない感じが生じているところが面白いとで34曲目はともにワルツブルースで5曲目は MeanToMe ーーと同じコード進行を持つストレートな4ビートチューン どれもロックとの関わりを積極的に指摘できるほどの特徴はないハードバップの枠に収まる演奏なのだが強いて言えばやはりドラムスのスネアがはっきりとアクセントをつけているところがなんとなくロックに近いの部分であるのかもしれ,、ま、しれないと。 そのことももしそれと意識しなかったら通過してしまう程度のものとも言えるのだが、点点点と。まあ当時は新しかったとは思うんですけれどもまあ今の耳で基盤まあ今って言ってもねこの本出たのも,も今からもうあれですけどもね30年まあ経ってないんですけども二十数年経ってますからこれからまた時代は。 立ってはいるんですけれどもまあその後ねサイドウィンドウ出た後もいろんな種類のジャズが出ていますがそういうのを通過した耳からしてみればまああれなのかもしれませんねそれ,それともしそれと認識しなかったら通過してしまう程度のものって書かれていますけどそんな感じかもしれませんねだから私もジャズロックという枕言葉がなければあんまり意識しないでまあちょっと変わったリズムの曲だなって感じでスルーしていた可能性もありますからね で、で、続けますねで。結論ってありますけれどもえというわけで少なくともタイトル曲においてはロックンロールや R&B との強い関係を指摘することはできるだろうしかし果たしてモーガンが何か具体的なお手本を同時代のロックや R&B に求めこうすればヒットするはずだという作戦のもとにサイドワインダーを作曲演奏したのかという説問には多分違うと答える方が妥当なのだと思うと。 サイドワインダー以前のジャズチューンにもハンコックの「ウォーターメロンマン」ブラインドマン「ブラインドマンブラインドマン」「カンタロープアイランド」の3曲,3曲をはじめとする8ビートのファンキーな曲は少なくなかったしで、えー、ハードバップが60年代を迎えて以来徐々に変質していった方向の一つによりストレートでアーシーなブラックミュージックの方へという選択があったわけだからサイドワインダーもその中の一つだったに過ぎないと考えるべきであるはずなのだ。 そこにラテンやロックンロールの影響がごく自然な形で現れてくることもまた当然モーガンたちが同時代的に接してきた音楽が反映されることそ,そしてそれが従来のジャズハードバップの枠を変形させていくことは50年代後半の数年間だけ奇跡的に成立したモダンジャズというファンタジーが拡散し始めた60年代においては必然的な現象であるのだからと。 で、サイドワインダーが日本のジャズファンにジャズロックと呼ばれてしまったのはそれがたまたま大ヒットしたからそして当時のジャズファンにとってロックも R&B も区別がつかず全てロックと呼ぶ,しか呼ぶことしかできなかったからに過ぎないのだろうそんなどうでもいいカテゴライズにこだわる必要はないそうモーガンも言っている音楽ジャンルの間にバリアーなんてないみんな音楽なんだヒップかそうじゃないかがあるだけだ エリントンはスイングするかしないかと言ってましたけどもモーガンの場合はヒップかそうじゃないかと言ってますねで彼のサイドワインダーにおけるめちゃくちゃにブリリアントなソロそしてその2ヶ月後に録音された「サーチ・フォー・ザ・ニュー・ランド」でのジャズロック風とは程遠い重厚な曲作りとしかしなおかつヒップでファンキーなソロを知っている私やあなたにとってこの発言は心の底から納得できるものであるはずだと。 でヒップかそうじゃないかそれだけじゃないかリー・モーガンってページの隅っこに書かれてますけどねまあそのように評価されておりますとだまあ結論といえばまあジャズロックジャズロックっていうね枕言葉でくくられて続けてきてはいますけれどもまあめちゃくちゃロックに接近したってわけでもなくでさらに村井さんの場合はもう,こう作為性というのは感じずその時代の流れさまざまな音楽が あの現れ始めた時にそれが自然とですねちょっとくっつけてみようみたいな折衷してみようというそういうような意識じゃなくて自然の彼らの。 あのフィーリングがこのような形で結実したのだということを書かれていますけれども、まあ、まさにその通りだと思いますねなので、まあ、リズムまあリズムで、まあ、面白いっちゃ面白いんですけれどもまあそのブリディアンとなって書かれていますけれどもやっぱりこの生き生きしたねリもちろん上辺ダーソンもそうですけれども、まあ、生き生きしたリー・モーガンのアドリブとかね、まあ、テーマの発達とした水槽をもう今でも本当に あんまり時代性とかキーワードとかそういうのをなしで楽しめる優れたアルバムなんじゃないかなと私は考えておりますということで今回はですね磯野照夫さんそして村井浩二さんが表したザ・サイドワインダーのアルバム表を紹介させていただきましたまた別な動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ